こんにちは。まあ、連日のように新型コロナウイルス感染症、武漢肺炎の話題で失礼します。いまだに Google AdSense から今月分の YouTube の収益の入金がありません。先ほど2時間ぐらい前ですかね、Google AdSense の方から公式のアナウンスがあって、今月分の収益は21日から26日の間に振り込まれますというニュースがございましたけれど、これ一般的なアナウンスなんですね。まあ僕の場合はもう毎月22日または23日に振り込まれるっていうふうにもう定期的にもうそうなっているんで、もう今日24日なんでね、まだ振り込まれていないということでちょっと心配不安になって、まあ、あちこち支払い先に電話をして相談をしているところなんですけれど、去年もあったんですね。去年香港のデモ、香港の暴動の際にも、何月かな、6月5月ある月の収益が、支払いがもう遅れてちょっと支払いに困ったことがあるんですね。で今回もそうなるのかなと思ってますけれど、まあ、何か遅れるたびに、まあ、僕らというか私のような、底辺 YouTuber は困るんですよね。まあ、YouTube の収益を、生活費の一部に、充当してますんでね、本当、支払いが滞ると、もう困ってるんですよ。だから何かあるたびにそういったの、底辺 YouTuber、生活に支障をきたすことがあるんで、ちょっとね、こういった状況を変えていかないと、まあ、楽しみながら YouTube に動画を投稿するということが、できなくなるのではないかなと思うんですよね。まあ、Google、YouTube からは、まあ、一般的なニュース、アナウンスしかない、現場の僕らはね、非常に困っている。早くお金が入金されないとどうしようかって困っている方々も多いと思います。まあ、そこでね、まあ、今後ね、考えていかないといけないということは、YouTube って我々 YouTube クリエイター、動画クリエイターが YouTube に動画を投稿しないと Google さんも、困るんですよね。困るんですよ。動画があるからそこから収益が発生する。いろんな動画にスポンサーが自分とこの CM をつけてくれるっていうことなんですよね。その動画がないことには、Google も仕事ができない。収益を支払うことができない。そういったね、僕ら YouTube クリエイターと Google の良好な関係を作るためには、僕らね、YouTuber がちょっと連帯、して、YouTube と、交渉するとか、そういったことをね、やっていかないといけないかなと思ってます。主にね、チャンネル登録者1万人以下で、収益が、まあ、1万円ぐらいから、数万円程度、まあ、その収益を、まあ、生活費の一部として、活動している、まあ、そういった YouTuber さんの声っていうのをね、どん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 上げていかないと、なんだ、もう有名 YouTuber ばっかり優遇されて、その下っ端にいる僕らは、全くね、意見も話も何も聞いてくれないという状況。まあそういった状況を、変えていかないといけないかなと思ってます。まあそのためにはね、まあ今後、こういった、トラブル、問題、世界的な事象が起きるたびに、支払いが遅れるという状況があればね、僕らも、生きていくことができない、生活することができない、そういったことを変えるためにも、ちょっと声をね、どん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  YouTube や Google に送ることができる、そういった組織、いわゆるね、ユニオン、またはギルド、そういったものを作って、良好な関係を作っていかないといけないかなと思っております。まあね、YouTube 動画職人ギルドみたいな形でね、まあ僕らは緩やかな連携で、集まって困っている方々に、まあ、自分とこの収益をね、分配をして、ちょっとこれ頑張ってねってやったり、まあ、情報交換をしたり、YouTube とまた Google と
団体交渉みたいなことをやって、まあ、良好な関係を作っていかないと、なんかね、まあ、なんだ、簡単に扱われている、まあ、そのような気がしてなりません。はい、誰が作るか、誰が音頭を取るのかということはね、まあ、その辺、組織を作るのが、上手い人にお任せするかもしれませんし、また僕の方がね、自らそういった動画職人ギルドを作って、仲間を集めて、ああでもない、こうでもないと考えてやっていきたいというふうに思っております。はい、ということで、まあ、今後ね、こういった問題とかね、まあ、生活の保障というか、まあ、最低限の保障とかね、そういったことはきちっとやっていかないといけませんし、僕らあっての YouTube ですということをね、もう少し YouTube は認識してほしいなと思います。はい、ということで今回はこの件で失礼します。チャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしてます。